ハゴンあずさです。前回はチャービラ祭クレーチャッサヤイビーがをお届けしました。一緒に発音していきましょう。チャービラ祭、チャービラ祭、チャービラ祭、クレーチャッサヤイビーが、クレーチャッサヤイビーが、クレーチャッサヤイビーが。どうでしょうか。これもね、日常ですぐに使える島くつばですので、ぜひ取り入れてください。復習は終わりです。今日の講座に移りましょう。今日は島くつばの文法、島くつばの文法ってめちゃくちゃ難しいんですよ。動詞、形容詞、副詞、助詞、代名詞などね、いろいろな品詞があって、またそれもね、使い方が人なのか物なのかによってまた語尾が変わったりするんですが、今日はですね、うちなんちゅが実際によく使っている単動詞と副詞を講座で紹介していきたいと思います。普段からこう島くつばを話しているおじいとかおばあ以外にも、子供たちでもですね、やっぱりうちなんちゅだったら出るんですよ、自然と。で、これ多分地域によってイントネーションとか、そもそも言葉自体が異なると思うんですけど、今日はですね、主に中南部でよく使われているくつば、島くつばをご紹介していきたいと思います。いや、そうそう、感動詞一緒に見ていきましょう。じゃん、あきさみよー、あれまあという意味になります。では、まずは一緒に発音していきましょう。あきさみよー、あきさみよー、あきさみよー。ポジティブな意味で驚いた時と、なんか何かやたら、何かちょっとやらかしてしまった時に、あきさみよーなーデージナトン。まあ日本語であれまーっていう機会ってそんなに多くないと思うんですけれど、島くつばだとあきさみよーがもうデージ使いやすいので、結構使ってるうちなんちは私含めてすごく多いかと思います。ぜひあきさみよー覚えてください。いや、そうそう、じゃん、よんな、よんな。もうこれね、動画見てるうちなんちゅでしたら、ゆうゆう、わかるわかるってうなずく方も多いと思うんですけれど、これはゆっくりゆっくりという意味です。それでは一緒に発音していきましょう。よんな、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 よんな。例えばこう急いでる方がいたら、あ、もう、よんな、よんなでいいさ、みたいな感じで使います。よんな、よんなの反対を見ていきましょう。こちらです。じゃん、アーティハーティ。よんな、よんなでいいさとお伝えしてきましたが、それのまあ逆ですね。ゆっくりの逆。大慌て。デージ急いでるとき、あ、もうアーティハーティするよとかね。大慌てするから今ちゃんとやっておきなさいっていうときによく使いますね。では一緒に発音していきましょう。アーティハーティ、アーティハーティ、アーティハーティ。いかがでしょうか。これね、アーティハーティ、アワティハーティなんですけれど、こううちのあんちゅがうちのあうちで言うときに、あわのわがちょっと聞こえづらいんですよ。だからわはほんのちょっとだけしか発音しないので、ここをちょっとね、ゆっくりゆっくりと1音ずつで大丈夫ですので、アワティハーティで覚えてください。まあ、よんな、よんなとアーティハーティセットで覚えるとめちゃくちゃ使いやすくなると思います。いや、そうそう。はい、ということで今日の島くつば講座は、うちなんちゅがよく使う副詞、そして感動詞をお伝えしました。なんかメールのやり取りとかでびっくりした時、あきさみよーとか使ってみてもいいと思います。これからも一緒に島くつば学んで、たくさん練習して、単語も覚えて、どん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 ブラッシュアップしていきましょう。この動画が良かったよという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録も、うたしくうにげーさびら。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴一平二平デービタン、またやーたーい。